ドッキリやってみたいな、文吉に。引っかかりそうだな。普通に。何これ。何それ。はい、というわけで、はい、うん、以前書いたね、はい、この水彩画にを額に入れてもらったんで、うん、入れていただきました、ね、ちょっと見ていただきましょう。どどん、ね、どうでしょう。なんか額に入れると急に急にね、なんかそれっぽい感じになるというか ね。さあ、じゃあテンション上がりますね。5000円から、うん、どうでしょうね。上がらない。上がってないですね。5200円。上がり幅が少ない。5250円。やべえ、俺で落ちちゃうな。分かんないです。今コメント欄で大盛り上がりかもしれません。あ、なるほど ね、うん、皆さんこの絵にいくら価値を見出してくれるでしょうか、ね、私こちら、いいですね。まあそれなりにかけたなと思いますけど、うん、まあいるかいらないかで言ったら僕はいらないですね。まあ自分はね、生み出した側ですから。生み出した側はね、いります。だってお家に。でもね、やっぱね、ちょっとクオリティをね、もっと上げたい。そうね、うん、練習修作かもしれないもんね、これがね、うん、そうもっとクオリティアップするかもしれないから、練習で描いたやつでよければね、うん、みさんにあげる。もっとじっくり時間取ってちょっと描きたい気もしますね。じゃあ家で描いてきてもらって壁にかけたらやっぱそれっぽいよね。なんかいい感じよ、マジ。2枚並べるの、それは。並べる？どうやってみるわ。あ、ほら、画廊感が。画廊感ありますよ。夢。懐かしい。夢。タイトル夢。よく覚えてたね。うわ、懐かしい。覚えてる人いるかな。詳しくは街人をご覧ください。こっち棚置きたいんですよね。そうだね。棚の上に立てかけると考えてた方がいいな。棚にこう、うん、置くとかでもね。あり、うん。頭映らないけどここ。俺らだけが楽しむ。そう。収録来るたびに、うん、ああ書いたなってなる、うんうん。棚作って立てかける上に置く方向にしましょうか。壁に穴開けるのも忍びないしね、うん、やっぱりね。うん、おいで、うん、じゃあその棚の話しましょうか。はいはいはい。何を入れるかと言いますと、うん、先生、はい、まあ、工具とかですか。あ、はいはいはい、あとは、今まで、作ってきたものを、まあ、例えばこういうものであったりとかもね、うん、置く可能性もあるでございますね、はいはいはい、ってなるとさ、はい、あれだ、いわゆる本棚っていうよりかは、はい、なんかさ、こういうさ、シェルフみたいな、はいはいはい、本当に簡単にできそうでいいですよ。これこういうのいいんじゃないですか。いいですね。はいはいはい。こういうやつ。な、五重の塔ですね。五重の塔みたいな。五重の塔。うん、これいいと思います。でおしゃれ。ちょっと一番上に絵が飾って。うん、絵がね、なんか2枚ぐらい。うん、これいいですね。いいんじゃないですか、うん、こういうの。ちょっとじゃあサイズ感だけ見ましょうかね。うん、立てはこいつが置けるぐらいに横1メートルにしといてください。はい。120、130取れます。はい。切りよく。はい。だから板の厚みは考慮しなきゃいけないですね。うん、奥行きは？奥行き。そうね、奥行き。どれぐらいかな。通れる。通れるぐらいだもんね。これぐらい。そんだけあれば多分。40。奥行き40。はい、大体で切りました。 LED テープとかで、あ、いいね。あ、ね、あの、なんかやったわ、やったね、塀の部分にね。いいじゃん、おしゃれにしたい。うちありますよ、今テレビ台の塀に LED テープ貼っつけました。マジで一緒。なんでそんな家住んでんのお前。そうだよ。やっば、間接照明続けようと思って。間接照明なのそれ。そうだよ。パーリーピーポーじゃん。全然パーリーピーポーじゃないよ。
え、だってこんなこれをチカチカさせてたのと比じゃないぐらいさテカテカするってことでしょ。え、テカテカしない、別に光るだけ、光るだけ、虹色に光るんじゃないの。虹色に光りません、こんなクラブみたいなにする予定じゃない。いつミラーボール入れるの。じゃあ普通になんか LED のなんかあったかい色が出るテープがあるのよ。へー、そう、じゃあこれ次やりましょうか。よし、じゃああとはこいつを打ちつけていきたいんだ、安定させたいから、はい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 、この板にちょっと土台作るんで、はいはい、塗ってこうかな。いやこんな台があると楽だね、地べたとかでやなきゃいいからね。そうね、テーブルがあるとね、軽くやすって、このクリアニスで、うん、はい、もうこので多分試し塗りで塗ったんだよね、その端材。あ、はいはいはい、全体を塗ってもらえれば。一応ヤスリがちょっとか、うん、軽く軽く。 LED でさ、うん、部屋を何薄暗くしてんの。そう、普通に部屋のあれが何、前灯があんま好きじゃないから。もともとでもさ真っ暗で暮らしてたのよ。夜電気引けずに暮らしてたの。何怖っ。1年ぐらい。なんでなんか明るいの嫌だなと思って。暗いから自分が。それもそうだと思う。テレビの明かりだけとかの頼りに。あ、奥さん。え、嘘。暮らしてた。マジ。さすがにご飯食べる時とか電気つけるよ。うん、うん、美味しそうに見えないしね、なかなか。そうだし手元が危ないからね。さすがにあのキッチンとか。あ、料理とかね、料理する時とか。そりゃそうだね、ご飯食べる時はさすがに明かりつけます。暗闇クッキング。おすぎ。食べ終わった後すぐバッて消す。どうですか最近は。最近何の話。最近の文吉事情は。最近の文吉事情ですか。はい、結構芸術の秋してますね、最近。というのも、うん、美術館で。あ、そうね、なんかゴッホ展でしたっけ。ゴッホ展そう行ってみたりとか、してますね、それは。芸術の秋を。私、まあ、映画見たりとか、まだドラマとかアニメ見たりとか。映画好きですしね、もともとね。そう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 、いろいろ作品に触れようっていう。えらい、インプット時期なんですね。インプットなんですかね。そういう意味で言うと、そう意識してインプットしようと思ったことはないですね、人生において。うん、ね、ドラマも見ないですし、映画も見ないですし、音楽も聴かないですから。何、すごいね。はい、なそもそもなんで役者やろうってなと思って。オーディション受かったからです。で、なんでオーディション受けようって思ったの。もうそもそもね、発起人は、うん、僕は同級生友達だったんですよ、うんうんうん、その夏休みの思い出に体験オープンキャンパスみたいなのに行こうってなって、行ったらなんか度胸があるからオーディション受けてみなよって言われて。誰に。あ、その講師の先生に。へえ。全然ほらもうリップサービスじゃん、言ったらさ。もう知ってるよそれは、もう大人だから、うんうん、でもまだ少年だったでしょ、中島少年。うん、でも当時も、まあ、誰にでも言ってるんだろうなと思ってたけど。ませてんな。うん、なんかやっぱそのいやでもちょっとって言えなくて、うんうん、受けたの。そういう。したら賞もらったから。すごいな。じゃあこれでいいやと。これでいいや。才能ありそうなら才能ある方に行こうかなって。はい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 、はい、なったんですよ。高校も行きたくなかったし。そうよ、だからもう我が家で一番学歴いいのはあいつですからね。あいつ大学行ってますから。もうね、そう、画面の裏にはね、弟くんがそういらっしゃる。あいつに学歴マウント取られたら俺はもうグーの音も出ないってことですよ。弟くんは大学で何人勉強してる。そういうのあんまり言っちゃいけない。いいじゃない、法律だって。法律。そうだよ、お前なんかいつでも潰せる。法律勉強してんの。すごない。お前のアラなんかいつでも探して六法全書アタックしてやるんだから。されてみたいわ。どんな癖だよ。すごいね。まあそんな話もそこそこに濡れたんで、うん、これ乾かして、乾いたらまた後ほどね、打ちつけるなりこうくっつけるなりして、そこにドライフラワーだから時期的にはね一緒なんじゃないですか。これができる頃とこれが乾いてね、はい、打ちつける頃と。そうね、はい、
じゃあ今日のところはこんな感じですかね。いや待って、弟君の話めっちゃ聞きたいんだから。じゃあ、あのなんかしてください、しょっぴかれてくださいよ。そしたら相談しましょう。そういうことじゃ、事情聴取されたいとかじゃない。あ、違うの、うん、まあ、後ほどそれは、はい、後ほど、はい、というわけで本日こんな感じでした。バイバイ、バイバイ。消去法で法律勉強しようってなるん、かっこいいね。バカだったね今。やばー。後輩育成のためにアニメ作ってみた。